ドギーでーす。今日やるゲームはこちら、マヤ人の大冒険。またまたマイクラステージ発見。どんなステージなのか楽しみ。ハゲアップ。このステージは何をすればいいのかな。それにしてもすごい再現度だよね。知らない人が話しかけてきた。知らない人じゃないでしょうか、先生でしょう。なんか看板が立ってるぞ。英語で書いてあるな。なんて書いてんだ。寝る寝る寝るね、寝らずに食べたら勇者って書いてる。そんなこと書いてないでしょうか。何かないか、探索探索。この先は落ちてる。何やってんだよ、道なんかなかったじゃん。テペロ。テペロじゃないからね。じゃあ近くの家の中に入ってみようかな。家の中もベッドとか入っててすごいね。よくこんなの作れるよね。ああ、自分のハゲで閉めちゃった。開けとくのが難しいな。むずすぎ。むっちゃん103歳。むっちゃんとしとりすぎ。むっちゃん頭むけすぎ。ゆで卵じゃないんだからむけないでしょう。ドア開けて入るだけで一苦労。ああ、また閉まっちゃった。やってらんないよ。あ、でも自動で開いていく。ここが開き切った時に中に入っていこう。行くぞ。お、中に見たことないものが。なんだろうなこれ。なんかプレゼントみたいなものだね。この中に入ってるのはしじみの味噌汁かな。汁物だったらこぼれちゃうでしょう。しじみの味噌汁ってさ、貝をスプーン代わりにして味噌汁すくって飲んじゃうよね。子供の頃はそれやったな。少しかすくえないからチビ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 すくっちゃうんだよ。またあれがいいんだよね。よし、今からしじみの味噌汁飲もう。もっとゲーム集中してちょうだい。畑もあるぞ。小麦を盗んでやろうじゃないか。あれ、取れない。マイクラじゃないからね。取れるようにはなってたりしないでしょう。なんだよ、全部盗もうと思ったのに。あ、チェストがあるぞ。この中にはなんか入ってるかな。開けれないタイプのチェストか。だったらこのチェストはここに落としてやる。なんで落とすんだよ、そんなことしなくていいでしょう。自分は落ちないようにチェストだけ落としてゆく。うまくいったぞ。やった。お、急に屋根の上にチェスト。なんであんなところに。意味わからん意味わからん意味わからん、ランランランルー。そのギャグの方が意味わからんよ。チェストがあった部屋の中には、あ、またプレゼントがあった。いろんなところにプレゼントあるのかな。看板に5って書いてたし何個もありそうだね。これで2個目だ。他にはどこにあるのか探しに行ってみよう。畑の奥にある家にも行ってみようかな。今のところ全部家の中にあるもんね。家の中のプレゼントを盗む泥棒ゲームかな。そんなゲーム嫌だな。お宝は、あ、もう剥き出して見えてるじゃないか。これで3つ目。順調に見つけてるぞ。進むの順調、痛いぞ艦長。チャギョを言ったらチャッチュッチョ。変なギャグ言わなくていいから。3つ目、まだまだあるのかな。マップ広いしまだありそうだよね。家はたくさんあるし、中からどんどんプレゼント盗んでいこう。みんなは盗みとかやったらダメだよ。やるわけないでしょう。どうせ捕まってネットに自分が泥棒っていう記事が一生残るんだよ。人生終わりだもんね。誰もやらないか。バカ金以下のおバカもんだよね。動物いないけど動物小屋みたいなのもあるよ。ここで先生買おうかな。先生買わないでよ。っていうかフェンスすり抜けた。お化けフェンス。
そんな話は置いといて、戻しといて。戻さなくていいよ、置いたままで。次は煙が出てるこの家の中を調べていきましょう。ここにはプレゼントあるかな。またドア開けるの難しそう。もうやめとこうかな。諦めるなよ。あ、押したら開くのかよ。っていうか入ってないのかよ。押すタイプのドアだとドア邪魔でプレゼント出せないのかな。なる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 ほど。おおおお、プレゼントありました。これで4つ目。何個あるかわからないけど順調に見つけてってるよ。お、ここにまた。これで5つ目。ああ、どんな状態だよ。絡まっちゃってる。5つ見つけたけど、あと何個なんだろうな。看板に書かれてたんじゃないの。英語だから読まなかったけど、そういうことか。もう一度見てみるとしますか。なになに、8ギフトって書いてある。ということは8個か。そしてそれらをツリーの下に置くって書いてんのかな。なる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 ほど。おお、さあこのままハゲ頭をお楽しみください。別に楽しめないから。隅々まで探そう。どこだどこだどこだ、どこにあるんだプレゼント。ここら辺にはないのかな。あ、あそこにあったぞ。これで6個目だ。残り2個。この家はまだ入ってなかったっけ。よし、中にないか調べてみよう。だけど押すタイプのドアだ。これドアが引っかかるからプレゼントないんだっけ。がっかりだよ。まあ一応上がってみるか。おお、あったあった。細いタイプだからこれなら出せるということか。押すタイプのドアでも普通に中にあったね。これで残り1個だよ。楽勝のしょっしょのしょーっていうか引っかかって全然出せないよ。むずすぎ、むっちゃん103歳。むっちゃん年取りすぎ。っていうか押してもそのドア開かないんじゃないの。もうやだ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 。どっちからでも開くようにしてよ。結局は強引に行ったら行ったら行ったら。強引に行っても開かないもんは開かないよ。仕方がないから開けてから行くとするか。開けたところを進んでいくのは難しそうだな。こんな狭いところ行けるのかな。だけど僕からしたらこんなの余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄り。縦に持ってここを通してゆく。強引に行け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 。強引に行けんの。おー、言ってる。やるね、ドイヒー。当たり前だの、ブラックマン天才ですから。自分で言ってて恥ずかしくないのかよ。これで7個目。残り1個だよ。最後の1個はどこだどこだ。まだ入ってない部屋はここら辺か。この中にあるんじゃないのかな。もう一つの部屋に絶対あると思うよ。さあ中へと入っていこう。さあプレゼントどこだ。あれ、プレゼントここじゃないのかよ。なんだよ。っていうかベッド型のプレゼントかもしれない。そんなわけないでしょ。これはただただベッドでしょ。強引にいけ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 。出せなさそうだしやめとこよ。僕は諦めないよ。強引にベッド出していくよ。あんま引っかかっちゃった。やってらんないな。このままいけ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 。押せ押せ。あんま引っかかっちゃった。やってられない。おお、だけど出せた。だけど出せたぞ。出したところでそれプレゼントじゃないからね。だったら外へとぽーい。なんで捨てちゃうんだよ。意味わからんな。捨てたおかげでさっきのベッドが屋根の上に乗ったよ。そんなことしなくていいから最後のプレゼント探そうよ。最後の1個はないけども7個でどうにかならないかな。なるわけないでしょう。8必要って書いてあるんだからさ。これで7つ目だ。バグってクリアにならないかな。やっぱダメか。最後の1個どこだどこだどこだ。
探しても探しても全然見つからないな。ああ雪の中に埋まっちゃったよ。助けて助けて、出られないよ。どうしたらいいんだよこれ。完全にバグっちゃってるね。抜け出せないの。ああなんとか助かった。最後の一個ほんと見つからないんだけど、なんでこんなにないの。もう探してない場所なんてないよ。おっと暗くて見えてなかっただけでこんなところにあったのか。わかりにくい場所にあったね。最後の探すのに10分ぐらいかかっちゃったな。よしこれで最後終わり。どうなる。おお床が抜けて下に落ちていく。これで終わり。マイクロステージ終了。楽しいステージだったな。他にももっと楽しいの探してやっていきたいね。というわけで今日ここまで。よかったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイ、ポンポロピー。チャンネル登録よろしくお願いします。